こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日はみさきさんにもメイクしてるんですけど、鼻をすっきり高く見せる方法をやってみました。鼻が低くて悩んでる方や鼻をちょっと高く見せたい方にすごい簡単で分かりやすく今日も動画を撮ってみましたので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ケイトのアイブロウパウダーを使っていきます。まず眉毛を描いた状態で薄い色を丸いブラシに取ります。で、少しなじませて鼻筋のここの部分にまず影を作っていきます。その時に入れすぎるとすごい彫りの深い人になってしまうので注意してください。特にこことここの部分にしっかり入れてあげます。眉毛もぼかす感じで入れていきます。次に同じまた色でここの中間部分は塗らずに、次は鼻先のここの部分に影を作っていきます。全部やってしまうとかなり濃いので、上の部分と下の部分にだけ入れていきます。次に鼻先を高く見せるように鼻の下に三角に影を作っていきます。薄い色を取って三角に入れます。こちらも濃すぎるとおかしいので、ぼかしながら色を見ながら塗っていきます。最後にハイライトを入れていきます。薄い方の色を指に取り、鼻筋にハイライトを入れていきます。この時鼻の先にも入れてあげるのもポイントです。こちらが完成です。鼻筋だけじゃなく鼻先も入れることでしっかり高く見えるのと、ここの鼻の下に影を入れることで鼻の先が少しとんがって見えるのがポイントです。よかったら参考にしてみてください。